マスクも猫ですね。あ、マスクです。シャツも猫だし、猫まみれ。かわいい。今何匹いるんです？7匹です。本当はもっと活発なんよね。うん、めっちゃ活発らしい。今猫かぶってる。そうだよね。猫だもんね。え？でも触るのは許してる。そうだよね。偉いね。めんどくさいな。多分抵抗するのも面倒くさい。あんま買わないでおこう。モデルルームができたことによって認知度は高くなってきてる方だと思います。自分なんかもどう広げていけるかっていうのも課題だと思う。猫を飼うってなったら、ペットショップさんたちとかになるのかなと思ってるので、ペットショップとかじゃなくても実際に保護猫の子たちも見ていってほしいと思ってるので、自分は以上、こういうとことか覗いてみたらとか、こっちに来てみたらとか、以上、声をかけるようにしています。なんですけども、に猫ちゃんが2匹いて、子猫の時にどちらも拾って、ノーラちゃんで拾ってきたんですけども、子猫の時って特になんですけど、やっぱ命を落としやすい人がね、ちょっと拾ってもらわないとミルクをもらえず命を落としてしまったりとか、あと事故で命を落としてしまったりっていうリスクがやっぱり高いので、保護をして保護犬保護猫を迎え入れる文化がもっといっぱい広がっていったらいいなと、はい、思っておりますね。前までは子猫拾って、この子をどうしたらいいですかっていうお問い合わせがすごい多かったんですけども、最近からは保護猫ちゃんをお迎えしたいんですけど、どうしたらいいですかっていうお声もすごい多くなってきていますね。ペットボックスではホームページもあるんですけども、そちらの方に今保護犬保護猫の情報も載ってますので、どういったワンちゃんどういった猫ちゃんがいるかっていうのを写真付きで見ることができますね。紹介する猫ちゃんは避妊去勢をちゃんとしてあげて、お家から出さないように、逃げないように、自分の飼える頭数をちゃんと把握して、一番大切なんですけども、捨てないっていうことですね。命になるので、最後まで責任を持って大切に飼ってあげる。猫ちゃんって寿命がもう今どんどん伸びてきてるので、20歳とかなる子もいるので、平均17、18の子が普通になってるので、最後までしっかり愛情を持って飼ってあげるっていうのが大切ですね。